はい、どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、離婚リスク高すぎますと、離婚ダメージがやばい人の特徴について今日は解説したいと思います。今日はなんか珍しく白 T を着てるんですけども、これ科学的に、リサーチをもとにですね、作ったですね、ちょっと最強の T シャツということで、はい、ちょっと作ってみましたよっていう、前から着てる黒い T シャツ、もう同じように作ったんですけれども、まあ、興味があるとはぜひ概要欄の方、見てみてください。着心地最強です。あと選択肢もシワにならないと。はい、まあね。T シャツも作ってみたという感じなんですが、今回はですね、結婚と離婚に関するお話をしたいと思います。やっぱり結婚するのって確かにね、人って幸せになるんですけれども、多くの場合は。まあ、正確に言うとそう言われてきたんだけど、最近は、まあ、あんまり結婚しても、実はみんなが思ってるほど幸せにならないんじゃないのっていう研究って結構出てるんですよ。で、まあ、そんな中からですね、今回は、じゃあやっぱり日本人の離婚率って今、3割から4割ぐらいになってるんですよ。まあ、結婚してもやっぱり3人に1人ぐらいは離婚してしまうというふうになってるんですね。って考えるとね、離婚のリスクってのも考えといた方がいいよねと、結婚するときには。で、そんな離婚のリスクがですね、高い人、離婚のダメージがでかい人の特徴を今日はご紹介したいと思います。本日の研究、2001年クリーンズランド工科大学が1万人の男女を集めて行った研究が元になっています。様々なライフイベントのダメージとか喜びっていうのをお金に換算するっていう実験をですね、やりまして、それでですね、判明した内容なんですが、なんと、離婚のダメージがでかい人、これね、特徴っていうか、もうこれはもうなんていうんですかね、断言みたいになっちゃうんですけど、男性です。はい、実はね、離婚のダメージって男性の方がはるかに大きいんですよ。どれぐらいでかいかっていうと、なんと10年2倍ぐらいでかいです、離婚のダメージっていうのが。実際この研究で分かったことは、女性が離婚した時に受けるダメージ、精神的なダメージとかそういったものも含めて、それをお金に換算するとだいたいマイナス74万円ぐらいでした。まあでもね、高い金額ですよ。高い金額なんだけれども、まあ74万ぐらいで、済むわけなんですよ、女性の場合はね。ところが男性はどうなるかっていうと、やっぱり離婚することによって、後から大事なものに気づいて後悔したりとか、ね、男性の方が後引きずりやすいじゃないですか、失恋とかの場合も。で、こういったものも含めて計算すると何が分かったかっていうと、なんと男性のですね、離婚のダメージというのは、約916万円だったということが分かったんですね。女性がマイナス74万円、離婚ダメージ。男性がマイナス916万円に相当するぐらいのダメージだったわけなんですね。結構すごいですよね。だからまあそれなりに年収がある人でも 2,3 年分ぐらいの年収が吹き飛ぶぐらいのレベルの離婚ってダメージがあるんですよ。まあもちろんね、手続きの面倒くささとか、まあ、離婚のね、訴訟とか調停とかをね、やっぱり見てる弁護士さんから聞くと、いやもう離婚訴訟って汚物だよねみたいな風に言うぐらい、まあ、かなりやばいね、ドロドロしたものになるんですが、そういったものも考えた時に、まあ、一番ダメージがでかいのは男性。なぜかというと引きずりやすいからで、女性の場合はそういうのをね、やっぱりこうね、終わった後はやっぱり羽を伸ばせるしね、なんだろう、友達との関係とかも良くなったりとかするので、まあ、結果的にやっぱり離婚して得するのは女性の方で、男性は強烈なダメージを受けるから、男性はね、離婚しなくてもいいような相手と結婚するというのが一番いいんじゃないかなというお話でした。はい。でも、とはいえそんなにね、問題が起きない人を見抜くのもなかなか難しいよねと。やっぱり最初は好きって思っちゃうと人間って見えなくなるんですよ。人ってね、好きな人を目の前にすると判断能力は異常に低下しまして、だいたい20分先ぐらいのことまでしか考えられなくなるんですね。判断能力に関しては、チンパンジー並みの判断能力に男性ってなってしまうわけなんですよ。で、そういうのを防いでいい相手を見つけるための方法、実はこれ心理学的にいろんな方法があるよってことを言われてまして、そんなですね、理想のパートナーを見つけるための方法を、概要欄の方から僕の D ラボでは解説しています。ぜひですね、興味ある方はですね、 D ラボの方で結婚とか恋愛とか検索してみてください。科学的なね、根拠を元にしたいろんなね、動画、このコースが出てきますんで、ぜひ見てみてください。僕の D ラボではですね、知識のネットリックスを目指して作った、サービスなんですけれども、様々なこのね、人生を良くするための心理学や科学の知識をコース形式で紹介しています。ぜひですね、概要欄の方から D ラボを登録してみてください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。